はようございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。お元気ですか？元気です。僕に運転してきてもらったんで元気です。はい、はい、頑張りました。ありがとうございます。帰りも頑張ります。ありがとうございます。今日ゆうやくんのマシンです。そうですよ、今日ゆうやくんのマシンですよ。今日こっち、今日こっちで参戦。こっちだね。うん、MS 現代ミニオンですよ。そう、現代ミニオンで頑張って作ってこのメッシュを取りに行くのに、そう、岐阜まで2時間かけてメッシュを取りに帰るためだけに2時間かけて、これあんまりさっき売ってなくて売ってると思ったけど売ってなくてこれために2時間。やっぱりバッツメンはこのメッシュの使い方うまい。すげえうまく使うよなって思って。メッシュ好きだもんね。かっこいいなぁ思うとね。このね、三段ローラーの、そうっす。なんとなくこれやったら今っぽいかなみたいな。わかるっす。僕もやるっす。僕のリアローラーそんな感じ。これ、ね、いいとこがね、これ、ね、ここカットして、ここがね、下がってる、うん、で普通はね、こう、はい、ネオハラガンでね、こう、やっぱこう、ここが上がって車高が高く見えちゃうから、はい、みんなここまでカットしちゃうじゃん。はい、もちろん。それじゃなくて、ここ残して低く見せるためにここ落としてる。わ、すげえ。こう、あー、確かに。そうそうそう、普通にやっても低いっすもんね。そうそうそう、これは今日は出ないですけど、これツイッターで上がってましたけど、このホイールといいね、このホイールだいぶ話題になってましたね。これちょっとバズった、ちょっとバズった、ちょっとバズった。でね、ね、誰か気づいてくれって言ってたね。そう、これね、サイドね、これね、まあ、実はマフラー、マフラーなんですけど、誰も、ね、そこには触れてくれず、まあまあ悲しい結末を迎えたというマシンです。いやいや、でも FMVS なんですよ。え、 FMVS FMVS です。はい、これで、これね、タイヤダンパー、タイヤダンパー、スペアタイヤダンパーね、スペアタイヤダンパー、スペアタイヤダンパー、そうそう。これ元なんなんですか？ここね、え、これ何なの？もともとのあれ、あたいいか、B1 のタイヤを半分に切って、はい、で中に溝切って、うん、で、スタビを17のスタビを入れて、こう一応抜けないよね。すごいな、全部やりようやな。そうそうそう、こんなやばいな、センスが。それをただぶっ刺してるだけ。いやいや、今ここはマスナイト入って、いや、思いつきますね、これこのホイールのあれといい、いや、もうタイヤダンパーと これぐらいしかもう取り柄がないんで。いやいやいや、走りはね、いやクソなんで。いやいやいや、これぐらいしかないです。言ってないですか、バッツメンも速いよって言ってましたけど。まあ、そのうち、そのうち早くしてきます。勉強してきます。ゆうやくんのマシン、ありがとうございます。ありがとうございます。